ですね、これ自身もお使いになっているんですが、いかがですか？そうですね、現在五の川の吹奏楽部は、部員が約60名程度おりまして、まあ、当然保護者ご家庭の数もそれだけあります、はい、で今まではまあ、こちらからの一方通行の、まあ、メールのやり取りなり、電話で、まあ、やり取りしとったわけですけども、なかなかやっぱりそのちゃんと伝わってるかどうかという確認がですね、取れない、ましてお金が絡むこと等もありますので、確実に連絡がいかなきゃいけない。でそのためにはどうすればいいかっていうのを非常に、以前から何かいい方法はないだろうかということを模索しておりまして、で、この度、三藤さんの、こういったシステムであるということを知りましたので、非常に大変、助かっております。